お父させ近くのコンビニまでどれぐらいかかそう分からんもう全然動かん分からんってもうもう限界もう少し我慢してくれコンビニ見つけたら入るからさっきからどればっかやんコンビニないやん俺に当たらんといてくれないもんはないし進めんもんは進めもう全然動かんし無理や出る心臓深呼吸や無理もうあらゆる手を試した心臓これ割と新車やからまだローも残ってるからもう無理あかんって無理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 もう無理ちょ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 あちょあちょ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  え、出た？出てない。出てないんかい。何やこいつ？でも、ま、もう無理。もうちょいでコンビニあるはずやから頼む。無理。無理。ちょ、なんで探してるのかにかいてコンビニないね。普段はバカみたいに連なってるのに。<laughs> お母さん、近くのコンビニ検索して無理よなんでハンバーガー食べてるものそれは分かって言ってんねんどう疑ってるしオケそんなもん俺が片手でもて無理よ私不器用やから俺なんでこの女と結婚したんやてか食べ方気も口から食べてるやんだってピクルス嫌いやからならのけろそのままやったらいずれ到達するぞあとご飯食べながら鼻かくなごまんかどんなとこにかかるんや動物タワーみたいやなうちにしろ間合わないわよ見なさいよこの参上 PNG 見間違えるくらい動いてないわよ何が言いたいねつまり罪ってやつよ心臓やっちゃいなさい待て待てお父さん心臓大丈か もうぶつかま、待ち合わせ場所まで来てる待ち合わせ場所ってどこやねんだけどこの状況をダンスの方法が一人一つあるわそ,それは何や単体よアクセルを踏みなさい俺も積んでまうわ何何何やうちそうやろおいこの状況で後ろの車煽ってきとるどういう神経してんねん周り見えてないんか俺の手ちゃうやろイライラしてんのお前だけちゃうねん分かもう無理 <laughs> えっみんが結婚したんやって知ってたああイライラするなもう何ヶ月前の話やねんカリカリしてもしょうがないわよピクルス食べるいやもうもうダメやねね。 もはやや番の被害者、俺やろ。お父さん、見て。何？誰？思んないから早くえお父さん、教育キャンプ場ってマサンつかみ取りができるんやろうん？えええ絶対やろバービキュー級とかも中学生の時以来やから結構楽しみやな。普段家でゲームばっかりやってるからこういうアウトドア的な遊びもたまにはしたくなるんやな。お<い>外でスマホも触らず社会から遮断された自然の中でただひたすらボーッとする時間が楽しいんや。おいしど、死んぞ。焚き火とかしながら自然の空気と音を楽しむ感じが最高やから。お前何で急に元気になってんうつやろな、うつやんな。楽しみやな。お母もう帰りたい。 ええな、なんで誰や誰が俺をはめようとしてるんやとんでもない奴おるな、おい。盗むだけならず、その罪まであすりつけに来とるぞ。とはいえ、これはやばい。これは効くぞ。仮にこれが俺の机から見つかったら、どんだけ俺が一人しようと、論より証拠で間違いなく犯人扱いや。そうならば俺は、学校一の変態として永遠にみんなの記憶に残る。 誰からも口を聞いてもらえず、近くを通るだけで悲鳴が上がる。卒業してもなお数年後、卒あるとか見直した時ああ、こいつ、女子の体操服盗んで変態やでって紹介される。地獄の二次災害まで起こる。つまり今、この体操服は、人一人殺す力を持っていると言っても過言ではない。何とかしなければ、今さら春ちゃんの机とかロッカーに戻しても不自然か。そんなとこ探してないわけないし、いきなり体操服が帰ってきても不気味やしな。すまん、ほ田くん。 お前なら何とか処理してくれると信じてる。俺には力不足や。あとは頼んだぞ。が、こ、こりゃ。だ、誰かはわよ殺そうとしとる。いやもう、ほぼ死んでるようなもんやのに、この水見つかったら確殺やん。いっそのこと持って帰るわ。わかわか、まだイは人間でいたい。あ、あ、いい、いい匂い。やっとるまちゃう。時代は一刻争うねんぞ。 どうするどうすれば、おんびに。ちょっと、はるちゃんの付けに。いや、それはあかん。事態は大蔵庫が見つかって解決する段階ではない。犯人探しが始まっている中、半端な行動は見んなからの首を絞める。とはいえ、どうすればいいんや。わ、わいみたいな弱者が犯人ってなったら容赦ない。絶対容赦ない。時期的に進学にも影響を及ぼすかもしれんし知らない。これは知らない。心臓し、わいはまだ死にたくはない。ただしんど臓がどうしようもない変態扱いされても、わいは友達で居続けるから。すまん。な、えこれって、はるちゃんのやんな。朝から噂になってる。な、なんで僕の付けの中に。 お前マジそれは友達の人も許せんわさすがにそこまでやるのはやばいで、いくらもてへんからって僕じゃない僕じゃないんやごめん、キモいうん、キモい信じて、僕じゃないねんてシン君、あなた、女のできねち、違う、僕じゃもう二度と近寄らないで、出そうよ、まあ当然ね僕じゃないんやってそんなの信じられるわけないでしょ、気持ち悪いそ、そんな… <laughs> な、なんとかしないと、なんとか ごめんマズダごめん僕はまだ小さくないな、なんであルちゃん大丈夫服が確かに彼女さんの机に入れたはずやのにな、なんで帰ってきたるえ、怖い怖いめっちゃ怖い誰かに見られたえこのクラスにおうちと並ぶくらいのバックモノおるもう寝そったうちの机に帰ってきよった誰めっちゃ怖いな、がねやりうちに何を求めてんの あのさ、これ見つかったわあら、本当にいろんな場所を探したくて見つからなかったのにどこにあったのいや、なんか、拾った拾ったありがとう、助かったと言ってるわよかったわね、体操くが見つかってさ、ソド<そ><そ>ライえっと、じゃあ、豚骨ラーメンでで、店長うちは醤油専門なんやあ、そんなことも知らずに来たんか す、すいません。店の看板にも店内にもこだわり醤油で掲げてるやろ。それを頼まんてどういうことなんすいません。俺は醤油にこだわってラーメン作ってんのよ。すいません。香川県の小豆島からわざわざこだわりの醤油を取り寄せて、自撮りと魚介出しとって、スープにとにかくこだわってんのよ。どこのラーメンもそうやと思いますけど、麺なんて大してこだわるとこないやろうし。お前ラーメンなめんなよ。麺もこだわっとるわ。独中で小麦も取り寄せて配合もこだわっとんねん。はぁ、あ。そんな砂利食っても粘土食ってもうまいだけやと思いますけど。砂かけバ,バアは主食じゃれちゃうやろ。英失調になってまうやろ。それどころじゃないでしょ 何を注文すんねん。あーじゃあ豚骨ラーメンでお前。俺よりも頑固かしゃーない。豚骨作ってあるわ。作れるんですか？この店醤油専門なんでしょ？そんな急に作ろうと思っても作れないんじゃもう明日にはこの店閉めんねん。えだから新しいことにも挑戦してみようかなっていや。もう手遅れでしょ。辛辣すぎんか、今時の高校生ってこんな薄情なん。すいません。ちょっと待っておけ。えーお待、おもち店長さん麺と食うしかないですけど、それがうちのラーメンや無理があるでしょこれはもう豚骨とか醤油とか関係ないですよ。ちなみに醤油ラーメン屋ってのしてもスープないで。 昨日仕込んだスープ朝全部こぼしたあんだけこだわってたのに仕方ないやろないもんはないんやから仕方ないですんでいいんですかこれいやし中華みたいになってますけどそう思えばハッピーやろ開き直ってますやん冒頭のスープ自慢何やってん皮肉かいや純粋な気分でしょこれはさっきも言ったけどこの店明日閉店やからなんですかうちの店のスープの隠し味がわかるかわかるわけないでしょ飲んでないんやから俺のひいじいちゃんの代から100年継ぎ出してきた秘伝のタレやへえ<ー>。それはさ全部こぼした。 あったんですこぼさないと気が済まないんですか代々大切にしてきたタレをシャワーで排水溝に流さなあかん俺の辛さがわかるか知りませんよ恐ろしいぐらいそこには虚無があったよ感情まで流してもてるやんもう何も残ってないからな店じまいやお前が最後の客その割にはすごい扱い雑いですけどでもな確かにスープも秘伝のタレもないけど俺がこだわったことは確かやねんまあラーメンというには不十分な一杯やけど せっかくやから食べてやってくれ。はい。まずはスープをイメージしてくれ。えそう、匂いが素晴らしい。自撮りと醤油の香ばしくも爽やかな香りが鼻香をかすめる。いや、無理です麺を食べる前にスープやぞまずはレンゲでスープを軽くすするんや無理ですってスープの重みを感じ終えたらようやく麺を絡ませて楽しんでくれ。え今ちなにラーメン見えてるいいから早く食べろって麺が伸びるやろすごい油濃いみたいな感じたえなその例え何なのまあ、いただきます。うん、麺、麺ですこの結構スープがあれば美味しかったかもそれ一杯一万五千円やで。ばっかもう口付けだから払えよ じゃない午前でえけたくさんのワインザベースやん恐ろしいくらいん度は見え見えやお前無線飲食するつもりかむしろ返金してもいいくらいですよああ今日の面接も手応えないわあれあれアイさんや何これ午前こんなことあるんやなんて運命的な二人なんやどうしようあかんとは分かってるんやけど後をつけたいプライベートを知りたいええかえやんなみんなやってるやんなこれぐらいギリセーフやんな ど日のアイさんいつもと感じ違うな1九9七年ぐらいのクソやなあれそういえばアイさんって何歳なんやろ見た感じ二十歳くらいかな俺よう考えてアイさんのことなんも知らんよなあれここアイさんと初めて待ち合わせした場所やんああよかった間に合ったーアイちゃんまだ来てないな今日はついにアイちゃんとの初出てやからなやっと僕に来たチャンス逃さないぞ鉄を倒るやんごめんあ、アイちゃんごめん遅れた大丈夫約束の5秒前 2> 1 2 3 5 5, 5うっせやろあいつの変化のユーザー

偶然見かけてもしつけしてきたの何この偶然？こんなことあるんやなんて運命的な人って人う,いうことあの何ていうの何ていとの何ていう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 の何ていんの何ていうの何ていうの同じいうの何ていうの何ていうあ何ていうの何ていうの何ていうの何ていん。の何ていうの何ていうのやわ。確かにすごい偶然だけど、とても大切な部分が抜う落ちてい<え>あんたちは単にユーザてよ。同じアイドルとか同じアニメキャラとかを好きになるようなものよ<ソ>それいあの何ていんの何て別に本当に私のこと好きじゃないうの何カウントしていうの何ていう スリーフォーファイブってカウントしてたやろあれ何な,なのマジで恋する5秒前のカウント何それすごいキモいんだけどキモいって言うなえキモいけどキモいって言うなえ友達を、友達を悪く言わないでくださいごめんでも西尾君って意外と友達思いなんだ俺頭で分かってるんですアイさんは連帯彼女で俺はただの日ユーザーで2人は恋人でも友達でも知人でもなく誰の需要と供給の関係であって言い換えれば金ゼるでしかないって頭では分かってるんですそんなはっきり言われるとすごい罪悪感がでも心が心が分かってくれないんです今日も愛さんが他の男といるのを見てすごい苦しくなったんですあのさ 友達ならいいよえあの将軍友達思いだし友達なら別になってもいいよ <laughs> なんで泣くのよ <laughs> 生まれて初めて女の子の友達ができた <laughs> そんなに嬉しかった <laughs> <laughs> な、なメ、メルカリでドラゴンボールが売ってるうそた、た、だただた何千円うそやろなんでなんでそんななんかで売ってんのちょ、ちょっと商品説明見てみよう こちらのある心中は100%正規品です。一つでは何の効果もないため動作確認はしておりません。食不良の場合はご自身で神様にお問い合わせください。保証書付き、シリアルナンバー0 0ロ2限定1点の早物勝ちです。いや、いいね、9件もついてるし、絶対本物やん。うわ、どうしよう欲しいめっちゃ欲しいけど、もうかなり金欠なのよな。でも買おう買うこれはさすがに買うは <laughs> <laughs> どうしたんそれ。よ介気になるかそらまあ、なんか見覚えあるもん持ってんなぁと思って。そう、これ、アルる心中。星がに来のやつそうそう。 はぁ。あ、最後。違う、本物。どこで手に入れたんメルカリ。またやん。恐ろしいくらいこれいいやん。お前、これは本物やで。いくらしたん ?7000 円。お前、そろそろ声なくぞ。ばっか、お前。ドラゴンボールってのはな一生かけて一個手に入るかどうかの白物やねんぞ。それがたった7000円で売ってんねん。何を悩むねん。確かに。悩むまでもないよ。いやぁ、こんなすごいものを売り出すなんて、物の価値が分かってない人おるんやな。お前が分かってないよ、お金の価値が。QR コードついてる。シェン,ンが YouTube で説明してくれるらしい。もうてなんでシェン,ン YouTube やってんねん。この度はあるご バチマンのジェンロン出てきたドラゴンボールは軽なツ存在しており、E 新球、R 新球、3新球、数新球、ウー新球、流新球、地新球と、星の数ごとに呼び名が違います。それらの圧を集めて初めて願いを叶えることが可能です。ちょっとだけではた間のガラス玉ですのでご注意ください。ガラス細工であること認めてるやん本物や叩き落としたのか逆に7を集めて何を願うそれを考えすぎててさ、一昨日から寝れてないねん。時間の価値も分かってないやん。何しよっかな あれやんおい歌手ってりたいとか,言うててんからプロ歌手にならしてくださいとか願えば着くやんやでもさ、そういうのって努力するから価値があるやん一生懸命頑張ってたどり着くもんで一生懸て努力してる他の人の気持ちを考えるとそんなズルはちょっとなこの考え方できる奴はドラゴンボールいらんやろドラゴンボールをするやは自分のことしか考えてないねんあいろいろ悩んでるんよであと6つのボールはまずそっち悩んだらはあ、おいおい冗談やろこのクラスにはアホしかおらんのかダイさんもドラゴンボール持ってるやんそれどこで手に入れたんメルカリメルカリでルマはいてる もしかして、これ全部で2万1千円 1> そうやで。どうかしてるやん。2万1千円なんて安いもんやろ。ドラゴンボールやぞ。逆に計4万9千円で呼び出されるシェルも困るやろ。デレるやん。それは違うやろ。俺にはどうしても叶えたい夢があんねん。それは何童貞卒業。デレレよべまだ18やぞ。デレレレとする間はシェルんちゃう。おなごや。そのさ、まず夢を否定すんのやめて。え否定から入るのやめてや。こっちは真剣やのに。それはそう。ごめんとはいえだ四つやけど。心配らないわ。残り三つ私が持ってる。カレンさん。 私の願いはたった一つ。私の運営するブログ、黒バラ魔女、アシュエルの喫茶店の閲覧数とフォロワーを増やすこと。あれまだ運営してたんや。半年とやっても黒歴史化してない。そのために私はドラゴンボールを使う。おいおい、サイズちゃうやんけ。ナメックのドラゴンボールやん。これど、うえどうなんの読んだらどうなんのなんでも何も出てこんわ。パチモネネねんから。キメラみたいの出てこんやんな。呼べばわかるわよ。ナメックのことまで言えばいいのそれでも地球のことまで言えばいいのまあでも、数的には地球のドラゴンボールが四つやから、地球ちゃう これ、おにドラゴンボール好きな人から怒られん。せーの。入れよ、せーの。おほら、なんででこえへんやろ。パチモン確定。これ、何が原因なんや。やっぱり、ナメック星と地球のボール混合じゃ、ダメなのかしら。可能性としてはあるよな。いや、まず、アルジン中、二個あるやん。作画ミスみたいな問題、生じてるもん。しんどうし、ゲーム好きやろ。これ、あげるわ。何、いきなり。 同族の心臓師には普段からお世話になってるから責めてものおれと思って。僕ら同族なん同族と同族ほら、受け取って。何これこのゲーム見たことないねんけど。自作自作自作の恋愛ゲーム自作なんこれ小田くんゲーム作れるん ?AIAI! AI 今の時代、AI を使いこなせばゲームも簡単に作れるんよ。小田くんってだむへんたと思ってたけど、こんなことできたんや。変態変態あれこのパッケージ残って。気づいた心臓師のためにヒロインは,はるちゃんにしといた。マジで恋愛もこれからは日銀が主流になってくるから、心臓師もこれで彼女持ちのリア充の仲間や,や。僕にもついに彼女ができるんか。早く家に帰って楽しんで。 まだ感想を聞かせてよ。うん、ありがとう、小田くん。あかん、緊張する。ついに僕がはるちゃんとお付き合いを。正座した方がいいかな。これが仮に現実ではないとしても、ぼ、僕はリア充スクールライフをオーガする。恋色スクールライフ。お、始まってしまった。このゲームには AI が搭載されていて、あなたの選択から様々な女の子との出会い、様々なイベント、様々な絆を結んで、あなただけのエンディングが用意されているよ。だから、何度プレイしても同じエンディングは二つもないよ。すっごい、なんで画期的なゲームなんや、小田くん天才。 まずはじめに、あなたの名前を入力してね。せっかくやし、本名にして少しでも現実に近づけようかな。えっと、し、う、ぞ、うっと。よし、これでオッケー。あなたの名前はうんこむしごみぞ。これで大丈夫いやいやいや、最後のうしか合ってないやん。全然大丈夫ちゃうわ。バスで戻らないと。キャンセルできないよ。えキャンセルできないよ。え、ちょ。キャンセルできないよ。僕、うんこむしゴミぞうで始めなあかんのめっちゃ嫌やねんけど。まあ、今からあなたの夢の学園生活が始まる。勝手に始めんなよ。おい、おだい うん。おやつくしかい。まきを繰り返し、焦点を定めていく。まさかー、この声僕の声にそっくりだねんけど、どうやってるん未だ朧らない意識の中、現実を認識できずにいると、扉の向こうからドカドカとすごい勢いで足音が聞こえてくる。起きろ発つとした声と同時に勢いよく開かれた扉の向こうには、綺麗な茶髪をたなびかせる少女が立っていた。うわ、春ちゃんが僕の部屋に入ってきた。これはなんやろ幼なじみって設定なんかなでもなんかこの春ちゃん、ちょっとギャルっぽいな。ま、あこれはこれでありやけど。あれ向、うん、こうし込み草、珍しく起きてるじゃないほら、学校行くわよ。 いやいや、うんこ虫しごみぞうがいや。<laughs> いちいち騒がしお越しごやすんなやぶちのめすぞえいや、ちょ。ごめん。でも、うんこ虫しごみぞうのお母さんから、うんこ虫しごみぞうのこと任されてるから。あ,あ俺がいつそんなこと頼んでん。僕の想像以上にうんこ虫しごみぞうがうんこ虫しごみぞうやねんけど。え主人公こんなくずきあるなんそこは僕に似せて欲しかったわ。おだそうだよね。ごめん。じゃあ、玄関で待ってるから。いや、えー、僕何もしないのにナレベル下がってんけど。おだあ、なんか説明してくれるんや。絆レベルとはそのキャラとの仲の良さを示しています。 目安としては、九十から百、恋人関係。七十から八十九、親友関係。四十から六十九、友人関係。二十から三十九、知人関係。十から十九、無関心。一から九、憎しみの対象。憎しみの対象ああ、またせたなあ、アカリー。制服に着替えた俺は、玄関で待っていたアカリに声をかけた。えこの茶髪の子アカリちゃんって言うんそこはハルちゃんにして欲しかったわ。おだこもしこみしこみぞそれじゃあ行こうか。あと私の名前、ハルね。こいつとごとんくずやん。おだああ、悪い。 もどかなど間違えたわ。こいつどことんクズやん。おだ。おお、おだなあみの名前くらいしっかり覚えておきなさいよね。俺の過ちを天使のような笑顔で彼女は許してくれた。彼女は物心ついた頃からいつも俺のそばにいて、俺が辛い時にはいつも助けてくれる。彼女がいない世界なんて考えられないほど、彼女は俺の日常に馴染んでいた。この脳内ナレーションとムンコムシゴミはちゃんと同じ人物なんか？気持ちのいい朝だった。鳥のさえずりが聞こえ、未だに感じる朝の霊気が肌を染み付ける。俺はすがすがしい気持ちで投稿していたが、隣の春は浮かない顔だった。どうしたん？ ねえ、うんこむし込みぞ。朝、元カノがいたって話してたでしょあれって本当なのほら、不安にさせちゃってるやんけ。見張りたくなる気持ちもわかるけど、アルちゃんには嘘をつくのは良くないと思うで。だって、うんこむし込みぞ。このゲームしてる時点で、絶対ヒーリア委員会なのに、彼女がいたことあるなんて嘘だよね。現実では女の子とまともに目も合わせれないし、緊張で止まったり、声わずったりするんでしょ僕の話してるこの子供めっちゃ見たいこと言ってくるけど、恋愛ゲームが現実にしてくるってどういうことなんおだ、あ、また説明が出てきた。キャラとの学園生活を楽しんでいると、不都主人公はいくつかの選択を迫られるときあります。 いかなる選択にも結果は伴うもの。よりいい結果に繋がるよう、後悔のない選択をしよう。なるほど。ルート系の定番ってやつやな。ち<ッ>、ば、ば、ばっかお前。俺らで、かが、かがでの,の人にくらいいたことあるわ。に安心しろ。毎日 Google ググで、高校生、交際経験、割れってリサーチしてるくらいだぜ。三、僕意見を講師します。どれ選んでも絶望的になざいやんけ。おい、大田 <laughs> わ、メルカリでコトレバコ売ってる。例の闇 公式がついに呪物のパチモンまで扱い出してるやんでもこれ見るからにパチモンやから買われおらんやろ。ちょ、商品説明読んでみよう。商品説明。こちらの商品は、2チャンネルの階段都市伝説として超有名な小鳥箱の正規品です。家の苗に保管していたのですが、管理が面倒くさくなったので出品します。厳重な封がしてありますが、とても強いノいがかけられているため、未開封でも女性や子供には大変危険なものです。限定1点、大人の男性の方のみ購入かとさせていただきます。おまけとして管理部もお付けします。どうせパチモンやから別にけど、本物やったらあまりにも説明が足らんし絶対に売ったらかやろ。これなんぼするねん。え ?300 円やん。 にめっちゃついてるの誰も買わへんやもしかしてみんな本物かもしれん思って買うのダメなってるってことありえへんやろ絶対バッチマネージ300円たら買ってみようかな心臓驚かしたら面白そうやしなよし買おう <noise> なあ心臓お前2チャンネル好きなんやろ好きってほどではないけどたまにまとめサイトは見るよなんですごいもの手に入れてん何小鳥箱え小鳥箱知ってるやろ<え>嘘やろ嘘ちゃうよメルカリで売っててんメルカリでじゃあ本物んやん判断基準そこなん小鳥箱あが小鳥箱あが,箱あが心臓ビりビすぎやろやべ

俺怖い。住職と違って俺じゃ、住職見たくできんわ。住職って誰やねんうん。通言。箱だけしか見えん。後はあるけど残ってへんかもしれん。だから誰に言わしてんの奥さんにすんなって。尻尾の形やと思う。尻尾やろ。中に三角ある。尻尾。間違いないと思う。だって分からんわ。俺はちゃうねん。尻尾ちゃうわ、パチコやん。分かった。やる。見せたら払ってや。住職頼むからね。何するつもりやねん。えうん。じゃあ、テレビ電話にするから、住職が説明してや。 アホやから人の言うこと言いないんねん。誰がアホやええー、こんにちは。誰こんにちは。私は一級僧侶です。一級僧侶一級僧侶ということは、僧侶の最高の階級。私の独居には一回五百万円の価値があります。私が屋、OK、久を読めば、きっと呪いも弱まるでしょう。じゃあ早くお願いします。その前に近くに女の子はいないですかいたらターにその場から遠ざけなさい。 あ、はるちゃん、はるちゃん、早く教室から出て、さっきから何を騒いでんのよ。説明は後でするから、はるちゃん、早く教室から避難させないと、どういうことよ。ちゃんと説明してよ。よう洋介、小鳥箱を持ってきて、ね。小鳥箱。女の子は危ないから、すぐに避難しないと。女の子は危ないから。女の子は、じゃあ、私も危ないじゃない。あ、あなた、私のことなんだと思ってるの。有名なので、皆さんご存知だと思いますが、その箱の中には子供の体の一部が入っています。閉じ込めた子供の数、年の数で、箱の名前が変わります。一人で一歩、二人で二歩、三人で三歩、四人で七歩。 五人で五歩。六人で六歩。七人で七歩。一歩が一番呪いが弱く、七歩が最も強い呪いです。そこにあるのはおそらく七歩。少々手洗いお祓いをしないと呪いを封じ込めれないでしょう。時代は一刻を争うので、お祓いはそこにいる台にやらせます。そこの金髪少年は口を大きく開けてじっとしていてください。いや だい、水を口に含んで自分の手に吹きかけなさい。漢字細胞。ケンタラそのしずくをその少年に飲まして。えっ、ケンめラやめろくちあげお、はいお、はい飲めって飲まないなら口の中に無理やりで落ち込んで。やめろや,やめろろやつはりししきふいふふいしきしきさくでくし。いっさんかがんでからの。上流剣 !U-Wing。 あ、そんさん、これワンピースです。へえ、有名なやつやん。面白い。 それはもうジャンプの看板作品ですからアニメもマンガもすごい盛り上がりですよ。私ワンピース見たことないんよね。そやろ正解やで。それは人生全部損してますよ。お前の人生ワンピースしかないやん。マジで見たことないんですかあの存在は知ってるよ。あれやろルイとゾロが海賊王を目指す物語やろ今で止まっとる。今何話までアニメあるん千話超えてますよ。千話<は>長いだけやで。今だけワンピース見てないとか非国民ですよ。そこまでえルギーのビジュアルとか知ってます麦わら帽子をかぶってるってことだけは知ってる。いや、あっさ。じゃちょっとお見せするから待ってください。すぐかきますから。いや、ええって何でお前の手書きやねん。 はい、これです。いや、あの、こうは、こんなんやったこんなんです。これ、ゴムゴムの金って言ってます。首をグイーン伸ばして続きするんですよ。だっさい、技ねえやな。まつげ長いな。条件長い。まつからしてるやん。実物はもっとまつげ細いですね。アニメキャラに実物って言葉使うなよ。これ、ルフィじゃなくてユタボンじゃないルフィです。ゴムゴムの金してるユタボンじゃないユタボンはゴムゴムの金しないです。革命家の息子って点では同じようなもんかな。ユタボンは革命家そのものやろ。へえー、ルフィってこんなんなんや。 ゴゴムゴムってな何やねん大さんのことさっからな何やねん勝手な話入ってきて俺ワンピース嫌いやねん何でこの面白い作品ないで中学の頃ワンピース好きな幼魚に茶ひげっていじられてた茶ひげ誰あのダイさんを茶色にしたら茶ひげですひげ要素ないけどなやから俺はルイが嫌いそこまであいつが海賊王なんて目指さんかったら俺の負の記憶も軽減されたよろに無理よ茶ヒゲやねんからそっこいじってるやんゾロは知ってます やろ三刀流やろあっさいなゾロめっちゃかっこいいですからお見せするんでちょっと待ってくださいやからなんで手書きやねんはいこれがゾロですなこの周りのピンクの何あゾロは海賊狩りのゾロって呼ばれてるんでこれゾロにやられた海賊出たんですかと思ったこんなん振ってきたら絶望でしょうアめんねんいやこのゾロよく見たら四刀流じゃない装備の数ダークソウルみたいになってるやん作がミスですしかも全裸やんケロろル意識してるやからダークソウルじゃないです口にくえてるかなどうなってる当たり前のようにのどう貫通してないこれはくえてるんですああ だとしてもおかしいな。当心地下に超えてるやん。これで口の中でたぼろやん。ゾロは顎がすごく強いんですよ。多分噛む力が2000トンくらいありますね。ワニ何頭分やねん。もしそうなら顎のらへんやアカムトロムみたいになってると思うけど。それさんアクションゲーム好きですかゾロのどこがかっこいいねん。かっこいいやろ。三刀流やぞ。意味わからんし。おさんじみの剣をずっと口に加えとるねん。しかも女はさんはじみのおさばりをずっと着とった。それは、キモいな。でもそれを超えるかっこよさがだのよ、このジストの顔をかぶって変態や。その上三刀流って、弱いや。どこが 好きになれんなならチョッパーはどうですかあチョッパーはいたことがあるかわいいやろはい今からお見せしますねやはり手書きこれチョッパーですかわいくないかわいいでしょ思ったよりも野生みが強いなアニマル感が強いいやそんなことないですちゃんとペット感が強いですポリコリ配慮された世界線のチョッパー違いますチョッパー白製済みに製されてないですチョッパーだったものってこと違いますチョッパーのとこはかわいいねかわいいやろあんなんみえが金を巻き上げるためだけのさく動物どで。もつもで置いといて動物扱いするのやめてこのよう見る限り動物。 ぬいぐるみ、かぶり物、マウガップ、さまざまなグッズがわかり、老若男のが愛してしまうようなデザインされたキャラクター。俺はそういうキャラが大嫌いや。こ俺も人生生きことなかったんやろな。喋れば可愛い笑えば可愛い怒れば可愛い俺は今日すら覚えるね。可愛ければ何でもよくないその考えが悪ってことにまだ人類は気づいてないんか。こいつポリコリかけきはや。ミヤ知ってますああ、聞いたことあるな。今からお見せしますね。何でもよくなそのスマホで見せてくれや。 これナミですうわーフルカラーや情報が足されていくことにチョが追いつかなくなっていくそんなことないでしょ父も隠せてないけどトイも隠せてないじゃん隠せてますナミはストイル良すぎて逆にアンバランスやねん確かに左光が方で右がなかたいもんなマリオのゴール前の階段みたいになってるもんここまで急じゃないでしょこれよくないわ過激飽きた胸は B カップまで髪色はもっとナチュラルに露出が多いじゃないとこれはもう全身モザイク案件やろその方が問題やろこれ子供も見るねんでこんなん発芽のための栄養剤やんマジでどういうことやねん 野球部のコントすごい盛り上がったな。意外と演技とか上手いし楽しかったわ。そやな。見てるだけは楽しいもんやな。でも今年の学園祭で最後か。結構考え深いものがあるな。そやな。まあ俺はどうでもいいけど。大さんらしいな。あれ心臓はさあ、さっきまで隣おってんけど。まさか、あいつ。おいおい、この流れ去年も見たって。なやなの陰気っやっぱりやんあいつ信じられへんくらいこれ。いいやんも。もしかしてあいつ。陰気やけど実は歌上手いやっちゃう

どうぞ聞いてください YOASOBI でアイドル何でもいつはせっか恐れ知らずやねん水と油赤いのと青木地、松本と中でくらい相性悪いなあとでツッコミの例えが多いな心臓終わってこいお前にイカで一番のうちってこと言ってくれこれでくれやるわにゃいや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 あの顔見てみ家具決まっとるいつもと何が違うねん無敵の笑顔でメディア知りたいその秘密ミステリアウけてるとこさえ彼女のエリア 完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様 こんなんに食べた好きなほんは遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは何？いしょな何？を聞かれてものらりくらりそうたんたんとみそで見てないみつはみつのああれもないないないこれもないないない好きないっは相手はわざ答えてだれかおばだってなかさんたること 「わたしわからなくてさ」ど「どうか本とか知りえない」「そんな言葉にまた一人落ちる」「また好きにさせる」<あ>「誰もが目奪われてく」「君は完璧で究極のアイドル」 現れない一番星の生まれ変わり、はい。その笑顔で愛してるで、誰も彼も虜にしていく。その瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛、はい。う <laughs> ありがとうございました。

うわメルカリでマジックミラー号売ってるうっせーやろマジックミラー号って言ったら世の全ての男性の憧れやぞなんぼそんなこれ !100 万安っすマジックミラー号って確か改造費もろもろで5000万するって聞いたことあるけど安すぎひんパチモンかこれ商品説明読んでみよう。商品説明。こちらのマジックミラー号は正規品ではなくレプリカになりますが、正規品同様2台の一面がマジックミラーになっており、外から見ると中は見えないですが、中から見ると外が丸見えになっています。この車があれば、講習の前であんなことやこんなことをしているかのような恥じらいや解放感を演出できます。 エアコンシャワー室あり。おまけとしてソファーもお付けします。限定1台。早いもの勝ちです。欲しい。本気で欲しい。けど100万はきつい。でもこんな男の憧れの車を買うチャンスだってもう二度とないやろうし。もしこれで買わんかったら後で絶対後悔する気がする。エアコンやシャワー室もついてるし。最悪生活苦しくなったらこの車で生活するか。ジュエルなんて言うやろ。でもこの出会いは運命や。出会ってしまってん。購入や。 ええやん、ええー、やん。よく見るやつと一緒やん。さすがここであんなことやこんなことって誰がするんわし、わし一人ですんの演者か、女性がおらんかったらこんなもん何も思んないやんけ。講習の前であんなことやこんなことをしてるかのような恥じらいや解放感演出できますって。わし一人でこれ楽しんでたら、ただの露出狂の変態やんけ。あかん、そこまで考えてなかった。くそ、100万出してんぞ。疑似ストリートキングしか使い道ない。やるか <laughs> せや、ナンパや。確か本家でも見知らぬ人に声をかけて、性に関するインタビューや実験を行うというコンセプトで展開されてたはずや。けどわしなんかがナンパして成功するか せやこの車で釣ればいいんやマジックミラー号の知名度は日本国民ならおそらく99%はあるはず目指すところにこのマジックミラー号を注射して目指そうにのぞき込んでくる子に声をかける完璧な作戦 <noise> 乗り心地はいまいちやなまあ言うてもたぶトラックやしちゃないかよしこの辺でいいやろ寄ってらっしゃい見てらっしゃいマジックミラー号ですよよし中から観察しとこうおいこの車ってマジックミラー号ちゃうかお前、ななんんでこ これが噂のマジックミラー号。もしかして中で撮影してるんちゃうかえじゃあ中にシミケンおんのマジでうっせえやろ。あれうちのクラスの子やんか。こんな車に担任の先生が乗ってるなんて夢にも思えんやろな。もしバレたらもう学校行かれへん。早くクビになるかも。うわ、めっちゃ覗き込んでくる。ある意味作戦通り。どうしようこれ。あれどっか行ってくれへんかな。マジックミラーって中は見えへんけど声は聞こえるんかな。お前耳当てたら聞こえるんちゃうんマジでめっちゃ聞き耳立ててる。誰やこんなところに露宙してるのは。 ねえ、誰も乗ってないんかどうしよう。警察まで届き込んできた。お,おい、お前よ、よ、よ見読みたら MM5 やんけまさかここで撮影してんちゃうやろな。おい、開けんか開けん切符切るぞえ、切符切る言うてるやん。でも開けられへん。開けたらあの子らにバレる。くらえあ、お前に切符切るよったクソ。わしゴールド免許やのにあがん、作戦ミスや。お前らはよどっか行けって、もう移動したいねんこれ絶対撮影中やでマジでほんにしたら見えるんゃマジでそんなことしても無理や。やっぱりただ可能性はゼロじゃない。マジで どうやるんマジックミラーってな、夜とか太陽光が少ない状態やったら外から見えるらしいね。まず隠れるやん。ワンチャンあるで。マジでカーテンなんかしてなよ。来い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 来た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 うっせやろ。あれ、コジ先生やん。現役業師がええんか <laughs> めっちゃ睨んでる。